はい、皆さんこんにちは。今藤岡の後に林間にいます。で、今日は神楽町の恐竜センターに向かっていきたいと思います。今日はね、なんかめちゃくちゃ暑いらしいので、やだね、とうとう来ちゃったね、夏ですね。いや、正直なところね、もう赤城山だけ行きたいとかっていうと、動画も撮らないで在庫がないんで。で、本日はとうとうとっておきの秩父方面に行きたいと思います。で、秩父方面ね、こう今まで行かなかったのは、まあね、秩父はいいとこなんだけど、逆にいいとこすぎちゃって、道はいっぱいあるし、観光地もいっぱいあるし、逆にどうルートがね、こう逆に贅沢すぎて悩んじゃうんですよね。だからどこ行こうかなと思って、最後の最後まで取っといたって感じですね。先にね、つわつい東京方面を消化できたのが、ラッキーかな。とりあえずね、もう東京方面行かないので渋滞してるようなとこは絶対行かないんで、死んじゃうよ、死んじゃう。もうね、気温30度とか超えて、40度とか超えたらもう車道の上なんかいくら何度なのか分かんねえし、もうね、トラックの排熱もひどいし、やばいっしょ。なわけで、まあ東京方面はほぼ行かなくなるな。やっぱり今日の暑さを見てそこに考えるけど、今日の暑さで秩父方面がどれぐらい温度かっていうのもちょっと知りたいので、まあいい感じじゃないですかね。で、秩父はあんまりね、基本的に標高が高くないので、そこまで山の上ほど寒くはないけど、平地よりは涼しいっていうレベルなので、まあちょうどいいんじゃないかなって思うんだよね、個人的には。基本ほら、山の上って季節が一個先行っちゃうんで、夏だと秋、秋だと冬になっちゃうんですよ、気温が。なので、下の平地で涼しいぐらいの格好だと寒くなるという、ちょっとね、今度はそう標高 1400m とか超えてくるともう寒くなっちゃうんで、まあだからその点、多分下のところで涼しいぐらい、ちょい暑っていうか、まあね、こう、それ T シャツ1枚じゃバイクは乗るのは危ないので、1枚羽織ってるぐらいの格好であれば秩父ちょうどいいんじゃないかなって思います。ちょっとそれを見ていこうかなと。そんだけで神楽町の恐竜センターを1回とりあえずそこを目安に行きたいと思います。で、またなんで YBR125 乗ってるのかというと、逆にね、なんかね、動画ではこれが多くなってるんだけど、逆に今個人的に動画撮ってないところはほぼ NC700 で赤城山走り込んでるんで、ほぼね、ここのところ毎日雨降ってなければ NC700 で赤城山走り込んでるんで、たまにはこっちもね、乗らないとっていうことで乗ってます。逆にちょっと今ね、逆に NC700 の方を動画以外では乗り込んでるので、ちょっと動画を撮るときぐらいこれ乗ってますね。じゃあほぼほぼあれだよね、この間ディズニーランド行った次ぐらいじゃない、まあ、ガソリン入れるついでにね、乗ったぐらいで。いやー、いい、やはりこんな感じで走れりゃいいかな、やっぱ国道17号の熊谷より東京方面はもう行かねえな。じゃあ本当やだな、このペースでね、走れるんであれば本当にいいよね。とりあえず気温もちょうどいいし、まあ、個人的に夏はいつもじいちゃん着てんすよね。なんかもうガキの頃かの癖で、まあじいちゃん着て転んで大怪我しなかったっていうのもあるんで、逆に T シャツだとね、アスファルトするとやばいからね。アスファルトに擦っても破れない生地を着ましょうってことで、個人的にはそう思ってます。前にスーツみたいな服のスラックスでやったらえらいことになったからね、足がスラックスはビリビリで膝はね、ジョリジョリって感じで、まあひどいことになるんで、
アスファルトにこすりつけてもいいんで破けない生地がいいですよね。でさ、これ40キロあるのに1時間なんだよ。すごいでしょ。この間のさ、川口大戸行くときなんかさ、ほんとちょっと行くだけで1時間取ってるね。すげえな。法定速度50キロを1時間で41キロってほぼ止まんねえってことだよね。すげえな。ノンストップで走ってるよ、きっと。だから信号待ちんで若干タイムロスがありますよぐらいな予測だよね。でこれから本当に暑くなるらしいんでね、もう本当に、まあ、格好はもうどうしようもないですよね。どんなに脱いだところでも全裸より裸はないわけで、もうそこがちょっとねあれなんで、まあ行く場所ですよね。夏のバイクはねどこ行くかですよ。まあ、まず標高が高いところに行きましょうってことで、標高の高いところに行けば涼しいのでね、快適なツーリングライフを送れますと。あとね、渋滞しない道ね、渋滞しない道であればこう常にこう風を感じていられるんでね、涼しいまま走ってる。あとこっからはね、夕立ちの季節なんで、とりあえずカッパぐらいは持っておかないと、通っていくときは危ないですよね。いや、すげえな、本当にノンストップだな。神流町の恐竜センター行ってから、まあその先はまたちょっとより行ったところで、ね、道は決めますけどね。はい、長瀞神流ってことで、三名湖、三名湖なんてもんだね。藤岡の総合運動公園。お、なんかトンネルが出てきたぞ。トンネル出口に交差点ある。桜山公園。アジサイの里とか、そろそろアジサイの時期じゃないかな。咲いてんのかな。で、この先を右折、アジサイの里、この横アジサイの里なんだ。どこのこと言ってんだよ。あ、これか、咲いてんじゃん、アジサイ。アジサイ咲いてるよ。そうだよね、梅雨といえばアジサイの季節。懐かしいね。下久保ダムだって。上野神流、上野神流の方行きます。まあね、こっち方面結構ね、いろいろと、道もこう選択肢があって面白いんだけどね。だからこそ、まあ一人でブラブラするには最高ですよ。まあだからこそあれなのかな、きっと、秩父は人気あるのかもしれないよね。で、そこまで標高が高くないから、寒くもないし、で道もね、なだらかで走りやすいね。まあなんか最近じゃね、バイクの聖地みたいな感じになっちゃってるけど、まあなる理由もわかるかなって思います。まああとは安全に気をつけてバイクは乗りましょうね。お、若干高くなってるね。住宅地を見下ろしてるよ。右急カーブ。鬼市じゃん。鬼市に入ってるね。鬼市橋、鬼市橋、上州鬼市。あ、道の駅なんだね。鬼総合グラウンド。いやー、ほんとこの間の国道17号東京方面と違って本当に愚痴が一つも出てこないっていう。本当に最高ですわ。いや、道はこうあるべきだよね。南福寺、下久保ダム、矢野、上野神流、佐久保が80、上野が37か。なかなか遠いね、上野村。お、温度計が24度。あ、そうだ、個人的な温度計忘れてきちゃった。まあいいか。お、
ごいね、絶景だね。さすが登りがきつくなってきてるな。お、だるまが。いや、結構今勾配登ってるな。いやでも本当に止まらないって素晴らしい。止まらないは素晴らしい。止まらないは正義。やっぱこういう道走っちゃうとさ、もう東京も行きたくないよね。お、だいぶ空気がひんやりしてきた。さすがに下は暑くてもあれか、ちょっと山登って日陰に入ると寒いというほどではないけど、やっぱ涼しさを感じるね。うお、ダムやん、ダムダムダム、なんだろう、あれが下久保ダム。やっぱそうだ、下久保ダムだ、下久保ダム。トンネル出口ってトンネルあんのここ。うわ、きっとトンネルだよ。異世界に過ぎてそうだな、これ。さて、ボート乗り場。あ、あれか、ダムか、ダムのボート乗り場か。鹿に注意してください。マジかよ、鹿いるんすか。そういや、この間赤城山帰りでタヌキ見たな。そうや、鹿は遭遇したことねえな。おお、あれか、ボートか。ボートの岩だ。すげえな、全然車いねえな。お、またミニトンネル。後ろ何が嫌って、この排ガスの匂いなんだよ。お、すごいね。いやでもここら辺の高さではまだ暑いか、やっぱ今日下やべえな。だ、問題はさ、これからだよね。どうしようかな。動画を撮るには赤城山ばっか行ってるわけにいかないじゃん。赤城と春菜を交互に撮ってでもね、どうしようもないんだよね。だからこっからなんだよね。で、東京の方は行きたくないから、死んじゃうもん。死んじゃう、死んじゃう。とはいえ、東京とはいえ、あのほら、あの23区ではない市の方、八王子とか青梅とか、あっちはありだからな。そこら辺通れればって感じかもしれないな。お、なんだこれ、超綺麗じゃん、この橋。あ、すぐ何、あ、ここループしてんのね。道が2つあるよ、ここもだよ。だ、元の道はあっちの頃は壁ペリを走ってたけど、こうやって要するに最短距離で橋を作りましたってことだよね、きっと。いやー、でもやっぱごちゃんちもいいよね、本当に。止まんねえし。お、なんか吊り橋があるよ。これ通れるんだね。通れるぞ。で、またトンネルですよ。
神奈川で6キロだ。はい、神奈町、神奈町に来ました。神奈町へようこそ。はい、ようこそ神奈町。やばいね、この高さではなんか若干暑いよ今マジか、夏だな。佐藤上野万馬高校だ、ここら辺は若干こう町っぽくなってるね。休憩してるのもよかったな。ちょうどいいっちゃちょうどいいんだよね。寒いなぁ、あんな長いと。いやでもさ、恐竜センターって何があんのかなぁ。お、渓流。お、来た。ようこそ恐竜王国。あと5分か、恐竜センター4キロ。4キロです。国道462。まだ462あんのね。まだ国道462号線です。恐竜王国っていうぐらいだから、やっぱ神奈川なんかあれなんかね、おすげえ岩、岩が川を塞ごうとしてる。でまあ恐竜王国っていうぐらいだからさ、やっぱあれなんかな、恐竜の化石とかが発掘されてんのかね。結構群馬はね、そういう発掘に関しては結構豊富なものが出てくるんで、まあ古墳があって埴輪が出たり、あとなんだっけ、黒曜石の槍とかも出たよね。でこっちは恐竜なわけね。499号線出ました。秩父に向かいますね、あれ乗れば。とりあえず今回はまず恐竜センター行きます。恐竜センターね、何に気になってたんだよね、どんな場所にどんな風な何が手に来たのか。
だね、恐竜センターだね。これが神流町恐竜センター？どうなってんだこれ。ここがモンゴル恐竜の世界へようこそ、日本初恐竜の足跡発見記念館、神流町恐竜センター。ここ降りちゃうのかな。どこ止めていいんだこれ。涼しい、あった、ほら神流町恐竜センターだよ。ここだね。じゃあ日陰で、はい。そんなわけで神流町の恐竜センターに到着しました。とりあえずちょっと行ってみようかなと思います。ではお疲れさんです。